はい、こちらドラゴンです。今日はですね、ただ速いだけではない、キレのあるストレート投げるピッチャー集というテーマでお伝えします。マックス165キロといえば大谷投手ですね。大谷投手はね、やっぱ純粋に速いと言われているんですが、その中でも弱点というか、そういうものがあるみたいですね。まずね、かつて負けないエースとして注目されていた元ソフトバンク斉藤和巳投手、テレビ解説でね、こういうことを言っていたみたいなんですよ。それがですね、大谷君に関してはね、スピードが出ているけど160キロオーバーでバットに当てられているのが現実だと、キレをつけないといけないですねというふうに言ってたんですよ。で、やっぱ大谷投手は160オーバーなんですけど、当てられるというっていうことは、キレが少し乏しいというふうに言われてるんですよね。で、分かっても打てないっていうのが当たらない究極のストレートだと、そのストレートの究極だと思うんですよ。それにはキレが最も重要だというところが出てます。そこで今回はね、スピードガンに関係なく、今回はね、キレのあるストレートで勝負するよう、また130キロ台で勝負するとか、そういうピッチャーとはまた別の視点で、ストレートを投げるピッチャーをスポット当てていきたいなと思います。それでは始めていきましょう。はい、まず中日の中里敦史投手ですね。最速152キロのストレートですね。あまり知られてないと思うんですけどね、もうこのピッチャーのストレートはね、もう実にこのホップする球質なんですよね。こうやって浮いてるじゃないですか、バットがボールの下を通ってるじゃないですか、こういう球質だったんですよね。で、この高めのストレートでもね、勝負できるほどの、球威を誇っていたピッチャーですね。バットバットと空振りを奪えるほど球威抜群の球を投げていました。まあ、怪我にも本当にね、苦しんだピッチャーなんですけども、もうストレートではもうずば抜けて、世代トップクラスの球を投げていたと言われています。まあ、関野選手もこのように驚いてますよね。はい、まあ、150キロ前後のストレートなんですけども、もうバッターはね、もうそれ以上に早く見えていてんではないかなと思ってます。それが中里敦史投手のストレートですね。高めのストレートってバンバンね、空振りを打ってますね。このストレートです。はい、続いて藤川球児投手、阪神タイガースですね。最速155キロのストレート武器です。まあ、他のピッチャーとはね、比べ物にならないくらいのストレートの回転数が多くて、ひろたまストレートで呼ばれたね、まっすぐな持ち主ですね。かつてね、46セーブというシーズン記録をね、作ってたんですけど、ストレートのみで、まあ、勝負していたピッチャーとなります。藤川投手もね、さっきの前述した中里投手と同じように球が浮いてるので、まあ、バットがね、もうボールの下を、かすめるというか、まあ、そういう現象にバッター駆られていました。51キロですけど、もっと速く見えますよね、これね。それが藤川投手のストレートです。はい、上原浩二投手ですね。読売ジャイアンツ、最速151キロなんですけど、まあ、メジャーでね、大活躍していたピッチャーなんですよね。で、もう日本のピッチャーでもあんまり達成されていない100勝100ホールと100セーブという記録を達成し、まあ、ワールドシリーズ制覇にも大貢献したんですけれども、その時も抑え投手シーズン100奪三振を記録しました。奪三振率この年に 12.06 というところ、まあ、1試合っていうか9回投げたあたりで12個奪三振を奪うというそういう記録を残していました。まあ、この投手は、テイクバックが非常に小さくて回転数も多いので、
そういうストレートで、まあ、ストレートの球速平均はですね、140キロ台前半なんですけど、まあ、その中でもね、ワールドシリーズ制覇に、ね、貢献するなと、メジャーの強打者を手玉にとって、遅い球でも、バッターを打ち取るという、そういう記録を残していました。まあ、中継ぎ投手の中でね、本当に中継ぎ投手の素晴らしさというか、そういうものを教えてもらったのは上原投手なのかなと思いますね。はい。はい、続いて和田剛投手ですね。福岡ソフトバンクホークス、最速148キロのストレートを誇ります。で、ロッテの角中選手がですね、和田投手のストレートは変化球ですと言っていたんですよ。それはいわゆるね、ホップするストレートで、まあこの球持ちの良さっていうのがね、和田投手の武器なんですよ。平均球速130キロ台なんですけど、それでもバッターが振り遅れてしまうんですね。もう150球ぐらいに感じるぐらい、もう手元からビュッて出てくる感じなんで、バッターはもうそれから始動したら間に合わない。それでバッターが振り遅れてしまう、そういう特徴があります。現在でも現役バリバリでね、活躍してるんでね、もっと活躍してほしいですね。はい、最後に紹介していきたいのはこの投手、津田恒美投手ですね。広島カープ、最速153キロです。まあ、その津田恒美投手というのは炎のストッパーって言われていて、本当にあの圧倒的な成績を残してきた投手なんですけども、中でもほどこの強気のストレートでバンバン押す投球、これが持ち味と言われていました。で、このストレートはね、本当にすごい逸話がいっぱいあって、元中日にいた山崎武史選手が本当にゴーッと音がするような音がするような球を投げていたと、もう本当にでかく見える球を投げていたっていうふうに言ってましたね。なんか鉄球が飛んでくるような、そんな感じがしたって言ってました。あとは原辰徳選手、現在原辰徳監督なんですけども、原辰徳監督がファールボールを打った時に手の骨を折っちゃったと、津田恒美投手の球を打ったとき手の骨を折っちゃった、そういう伝説もあります。当たらずして骨を折るという、まさにもうクラッシュボールですね。本当この投手は伝説の投手で、体感速度は、ね、160キロ近いと言われていました。それだけ速い球を投げていた、キレのある球を投げていた、それが、津田恒美投手ですね。はい、いかがでしたでしょうか。球速だけではなく、いかに球を速く見せるか、いかにストレートを脅威あるものにするか、いかにキレのある球を投げるか、それが本物の剛速球だと言われている、そんな球を武器にしていたピッチャーを紹介していきました。この動画が面白いなと思っていただいた方は、チャンネル登録、高評価、どうぞどうぞお待ちくださいので、よろしくお願いします。では、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。